中密する、姫メアカタテハ倉庫ナシンドロームは、受粉様式に合わせて特化した花の特徴である。一般的には、動物の形花の倉庫ナシの種類ごとに分類するが、風媒で、水な形花にも、特有の倉庫ナシンドロームがある。それらの形質には、花の形、大きさ、色、受粉媒介行動への報酬及び、受粉時期などがある。例えば、 筒状の赤い花と多量の蜜は鳥を引きつけ、異臭を放つ花はハエを引きつける。これらの倉庫なシンドロームは、類似した選択圧に対応した修練進化の結果であり、倉庫な者と植物の共振化の産物である。非生物的な花粉媒介が起きる、風媒下と水中立花は倉庫な者を引き寄せることはないが、 それぞれの受粉様式で共通した倉庫なシンドロームを持つ。風梅あるいは中梅受粉をする、大葉古属植物の花風梅花は小さく目立つことがなく、色も緑など派手ではない傾向があり、小さな粘着力が低い花粉粒を大量につける。花粉粒を捉えるために、小型の花ながら、比較的に大きな鵜状の中等を持つ。 彼らは多様性が少ない群落に生育し、その群落では、比較的に背丈の高い植物種である。花粉を集めるために昆虫が花を訪れることもあるが、効果的な倉庫な者ではなく、洗濯圧にもほとんど寄与しない。水中立花は小さく目立つことなく、大量の花粉粒をつけ、花粉を捉える、大きな羽状の中東を持つ。水中立ちは、 水中花をつける植物に見られ、それ以外の水面より高い位置で花をつける、水性植物の多くは、中媒受粉であることが多い。以下、倉庫な者となる昆虫類及び、脊椎動物の種類別に、倉庫なシンドロームを記述する。花鉢と蝶によって、倉庫なされる花、ひまわり花鉢中立花は次の2種類に大別される、傾向にある。 花鉢中立花は白色、黄色、青色である傾向があり、しばしば紫外線領域の蜜標を持ち、香りを放っている。過蜜の糖分は、初頭が主体である。花鉢は蜜蜂丸花鉢他など多様な鉢を含む、大きなグループであり、それらは、体調、興奮の長さ、行動が全く異なっている。従って、花鉢全体を総括するのは難しい。 スズメガ中立花の卵化植物アングレクム、セスクイペレール19世紀当時には、この植物の倉庫な者は知られていなかった。ダーウィンは1862年の著書、卵の受精中で、この卵の倉庫なに対応した画が自然選択されていると予想した。その画は1903年に発見され、キサントパンスズメガと命名された。蝶中立花は大きく目立ち、 赤系統色もしくは薄紫色である傾向があり、しばしば外側に広がった花びらを持っていて、通常は香りがする。ほとんどの蝶が花粉を消化しないので、蝶の形花の多くは花粉よりも過密を提供する。通常は蜜栓の近くに細い管もしくは虚で隠された簡単な蜜氷が鼻にあり、蝶は長い興奮で蜜を吸い取る。 ガの中でも重要な倉庫な者はスズメガである。スズメガの行動はハチドリに似ており、花の正面で素早く羽ばたき停止飛翔する。ガの多くは、白明活動性もしくは夜間活動性である。ガ、中立花の多くは、白っぽく夜間開花し、感情の花冠で大きく目立ち、夕方から朝にかけて作られる強く甘い香りをさせる傾向がある。 スズメガ中立花は、スズメガの飛翔に必要な高い代謝効率を支えるため、大量の蜜を作る。ヤガなどの田ノガは、ゆっくり飛び花びらに降りて吸蜜する。彼らは停止飛翔するスズメガほど多くの過蜜を必要としない。それらのが、中立花は、スズメガ中立花より小さい傾向がある。放火する。 花藩の一種ルコゾナグラウクは総しめによる、総ナにはミオフリー及びサプロミオフリーの2種類がある。総しめ昆虫は多くの異なった食料源を利用しており、総ナ活動は頻度が低く不安定である。しかしながら年間を通した各種の総しめ昆虫の存在とその圧倒的な生息数は、総しめ昆虫が多くの植物にとって、 重要な倉庫な者である要因になっている。他の昆虫類の種類が少なく総締め昆虫が比較的に多くなる寒冷な状態では、総締め昆虫は重要な倉庫な者である。甲虫梅花は通常大きく緑色、灰色、黄色がかった白っぽい色で、無臭から強い香りの花まである。香りは、香辛料臭、果物臭、腐敗物臭などと似ている傾向がある。 甲虫梅花は花粉に接しやすいように平たい形か皿状であり、甲虫をより長く止めるようなトラップを持つ場合もある。胚種は通常、甲虫の刺すような後期から十分に保護されている。南アフリカや南カリフォルニアといった反砂漠気候地帯では、甲虫類は特に重要な倉庫な者ではないかと推定されている。日本ではンカの高根トンボだけが、 高中梅として知られている。休密する、ハチドリの一種ハイラカリスシアノス鳥類による、宗コナは、世界各地で観察され、それらの鳥として、ハチドリ、太陽鳥、花鳥、蜜水、蜜鳥、マミジロ、蜜鳥、ヒーン、コインコなどが、挙げられる。ハチドリ科は、蜜食に非常に特化した最古の鳥類グループである。花の正面でホバリングできるハチドリを誘引する花は、大きく、 赤もしくはオレンジ色の筒状で、日中は隠されている、大量の薄い過密を持つ傾向がある。鳥は香りに強く反応しないので、鳥中立ち花は、無臭の傾向がある。花に止まる鳥は、着陸領域を必要とするので、太陽町密水に、倉庫なされる花は、筒状でないこともある。また、ヨーロッパには鳥中立ち植物は自生していない。コウモリ、中立ち花。 アフリカバウバブコウモリイナカダチバナは大きく目立ち白色化薄い色をしており夜に開花し強烈な匂いを持つ傾向があるそれらはしばしば大きいカメ状であるコウモリの吸密に対して一般的にはコウモリイナカダチバナは長時間にわたって過密を提供するコウモリは視覚、嗅覚、聴覚を最初に用いて花を探し出し優れた 空間記憶能力を使って繰り返し放火する。2003年にはコウモリが反響定義で密定供下を同定することが示された。いわゆる新世界ではコウモリ中立花はしばしば幼衆がするが、これは世界の他の地域では当てはまらない。コウモリ中立花植物の花粉は禁煙植物種よりも大きい傾向がある。倉庫なシンドロームは 植物を訪れる倉庫な者の種の数を制限する表現型の方へ修練進化している。それは受粉に関して植物の特殊化をもたらす。この傾向は倉庫な対象が多い倉庫な者によってももたらされる一般的な選択圧に対する反応であり、形質の間で相関を作り出す。例えば、もし二つの動園の植物種が共に夜行性のガによって、 倉庫なされるならば、最も魅力的な形質が、最多の子孫を生むので、それらの花はがに、最も魅力的な形質に修練する。いかに、倉庫な者と植物の相互関係が、特殊化している場合と一般化している場合について、それぞれの利点を述べる。受粉の効率倉庫な者への報酬、一般に、過密、花粉、または両方、時としては精油、香り成分。 ローなどを生産するには植物にとって負担がかかる。花粉は比較的多くの窒素化合物を含むため負担が多く、過密はそれよりも負担が少ない。植物は最小限の報酬で最大の花粉媒介を求める。大きさ、体型、行動に応じて倉庫な者の倉庫な効率は異なり、花の特徴は受粉効率に影響を及ぼす。 おだまの花に改変を加えてスズメガに提供する実験では花の向き、形、色が訪問率、または花粉運搬に影響を及ぼすことが判明した。倉庫なしの向上性倉庫なしの向上性、同じ時間と同じ場所で行動する2頭の鉢が、それぞれ選択的に1つの種の花だけを訪れる。効率的に倉庫なを行うためには、 他の植物を無視して一つの植物種のみに、倉庫な者が集中することが、その植物種にとっては最良である。そうでない場合は、花粉は無駄に他の植物種の中等についてしまう。動物にとっては当然のことながら、倉庫なは、目的ではなく、可能な限り早く、餌を集めているに過ぎない。しかしながら、多くの倉庫な者は、 利用可能な別の花を無視して一つの植物種の花を訪れる、向上性を示す。なぜ動物は別種の次の花への移動より、むしろ特定の植物種を専門としなければならないので、あろうか倉庫なしの向上性はアリストテレスも認識していたが、動物とっての利益は完全には判明していない。最も一般的な仮説は、 倉庫な者が特定の種類の花を取り扱うことを学習する必要があり、倉庫な者が異なる種類の植物について学ぶ能力には上限があるというものである。すなわち、倉庫な者が効率的に報酬を得ることができるのは一種類の花からだけであるという仮説である。倉庫なしの個体数や行動活性は植物とは独立に変動し、ある一動物種は ある年には、倉庫なに失敗するかもしれない。したがって植物は、毎年の倉庫なしを確実にするために、数種あるいは数通りの倉庫なしを引き寄せることが、できれば、有利になる。多くの植物種では、もし自家不和合成でない時には、自家受粉を、バックアップオプションとしている。ある特定の一種類の倉庫なしよってのみ、倉庫なが行われる植物は、 その種類の倉庫なシンドロームに適合している場合が多い。しかしながら、複数の倉庫な者たちが訪れる植物も多数観察されているために、倉庫なシンドロームという概念に対して批判が続いている。倉庫なシンドロームに寄せられた批判は、この概念の再構築につながった。第一には、倉庫な者を分類群のみに基づいて分けるのではなく、 倉庫那に関する機能で分ける必要があることが明確になった。例えば、どのように花粉とか蜜を集めるか、どのように花を見つけるかである。機能で分けた倉庫那者のグループは類似した選択圧を与える多くの生物種を含む。第二に明らかになったのは倉庫那者の倉庫那成功の率は放課頻度よりも重要であるということである。 もし多くの花粉を運搬できなかったり、もし多くの異なった植物種の花を渡り歩いたりするならば、頻繁に放火する動物であっても、倉庫な者としては劣っている。最も効果的な倉庫な者は、放火頻度がより少ないかもしれない。倉庫なシンドロームの概念に批判的な研究のあるものは、実際の花粉媒介ではなく、放火頻度の計測によって行われている。 オバコイワブクロ属植物49種の花の形質と放火を解析した研究では、鳥中立ちの植物種と蜂中立ちの植物種は明確に分けられたが、蜂の種類で放火を分けるのは容易ではなかった。タスマニア島において、倉庫なシンドロームで倉庫な者を推定することは有効でなかったという研究もある。しかしながら、フェンスターラは、 通常の変異の範囲を超えて花を改変した研究、及び、禁煙植物種と異なる、倉庫な者と関連づけて比較した研究から、花の形質に対して異なる選択圧を与える、機能集団についての圧倒的な証拠があると、結論している。福原達人、動物、中立花、中立花、植物形態学、ハット ABCDFGH e 米国農務省。 森林局ポロネーターシンドロームズ、中山つよし、動物中立ちボタニーウェブ密表密線の位置を示す模様。ガイドとも言う。ダーウィン、チャールズ、オンザ・ベアリアス・コントライバンシズ、バイオウィッチ・ブリティッシュ・アンド・フォーリン・オーキズ・アレ、フォータライズド・バイ・インセクツ、アンド・オンザ・グッド・エフェクツ・オブ・インター・クロッシング。ロンドン、ジョン・マレー、ピアニッシモ、197 20、203。 http://darwin-online.org.uk コロンススララッッシシュュスラッシュコンテントスラッシュ frameset ビュータイプイコールテキストアイテムドイコール f800& ペシークイコール2122009年2月18日閲覧 AB 許可費の規模が細長く伸びた感情の構造内部に密を貯めている ABC 日本花粉学会編、倉庫な社、花粉学事件以下は、英語版の異用文献レファレンスであり、日本語化の際には、必ずしも参照していない。場所、日本語サイト、ありがとうございます。